ライスオンミーお腹じゃなく。どうもダメダメさんにむらです。どうもホイップボーイです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ライスオンミーでございます。はい、にむらさん、うん、突然ですけれども、はい、絶望って幸せのすぐ隣にあるって思いませんか？どうしたんですか？絶望って、はい、絶望の顔して近寄ってこないんですよ。ほう。楽しさとか喜びの顔をして近寄って俺たちを叩き落とす、うん、それが絶望だと思うんです。はい。話してもいいですか？なんだその入り方は。俺がこの間経験した絶望の話を。絶望することがあったのね。要約するとそうです。硬い入りしやがって。なんだよ。いや本当にね、心の底からへこんで、うん、まあ、しばらく、まあ、未だにまだちょっと立ち直りきれてない出来事があったんですよ。そうですか。うん、まあ結論から先に申します。うん、僕ね、この間、生まれて初めて、ゲームの大会に出場してきたんですよ。おー、はいはいはい。で、その結果、僕は、絶望と地獄を味わうことになった。そうですか。うん。以前ですね、僕が、ストリートファイター6というゲームに、はい、通称スト6にハマっているという、はいはい、話をしたのを覚えてますかね。覚えてますよ、覚えてますよ。うん、もう格闘ゲームにね、ドハマりしてるんですと。そう、うん、もう本当にビッグタイトルですよね。うん、一番有名な格ゲー、うん、ストリートファイターシリーズの6っていう最新作が、去年の7月頃ですかね、うん、出まして、で、今、もうすごいこうゲーム界隈も盛り上がってるんですよ、うん、このストリートファイター、大流行り。で、このゲームの中に、ランクシステムというのがありまして、はいはい、まあ、オンライン対戦でね、うん、まあ、見知らぬ人とネット上で戦って、勝っていくと、うん、最初はアイアンとかっていうランクが、うん、次はブロンズになり、うん、シルバーになり、うん、ゴールド、プラチナ、ダイヤっていう風にどんどん上がっていくんですよ。はい、うんうんうん、そういうポイントシステムがある。うん、私、なんと最上位のマスタークラスにまで到達しまして、うん、すげえな。はい、おう、毎日練習してますから。あらゆることを差し置いてそれやってますよね。ジグー、いやそんなことねえし。じゃないと最上位クラスいけなくないですか。いやいや、ちげえし、才能があってんだと思うよ。ちげえ、努力の結晶で。その分時間かけてるだろうっていうね。だってね、練習で技を出すために、うん、付箋でね、そのメモ書きしてとか、うん、これを練習するって書いてやるとか、まあ地道にやってましたもんね。そう、練習メニュー作ってね、うん、自分の課題を洗い直して、はいはい、1試合ごとに反省点をメモ帳に書き、あ、この動き俺ちゃんとできるようにならないといけないなとか、はい、このコンボの精度が悪いなって思ったら、うん、トレーニングモードで練習。そうですね。うん。はい。いうことを繰り返してるうちにマスターにまで到達することができた。そうですか。これはね、全プレイヤーの上位 7% しかいないんで、うん、まあもう上級国民と言っても過言ではない。おぉ。うん。国民かはわかりませんけど。もう税金も免除されるし。え？マスタークラスに入ると？ストリートファイターでマスタークラスになると、税金が免除されるんです。あ、そうなの？あと人を殺めても罪に問われないっていうのもあるし。あと国から一生年金も出るし、ね。あ、そんなすごい人たちなんですね。そう。オリンピックで金メダル取ったぐらいの栄誉を受けることになるんですよ。その 7% の中の一人が、そう。ホイップ坊やであると。もう特権階級なわけ。ほうほう。で、さらにですよ。うん、ここで終わりじゃないの、二村さん。うん、そんな、猛者揃いの、マスタークラスでも、うん、僕、勝ち続けまして、うん、上位、0.5% の位置まで上り詰めて。マジで？はい、もうね、言わせてください。はい、全人類の頂点です。神、万物の祖。もう
そのぐらい神に等しい存在になってしまったのよ。俺はまだ人間でいたいんだけどね。自分はもうちょっと謙遜したいんだけど。みんなと同じこう地平に立ってたいんだけど、もうそうはいかないのよ。神になってしまった。周りがそれを許さないのよ。うん、まだ人間でいたいのにさ。いや、ちょっと何言ってるか分からないですけど、うん、ただ 0.5% まで、そう。ね、上がっていったっていうのは、まあまあ、シンプルにすごいと思いますよ。うん。うん、正直みんな、まあ、マスタークラスっていうところに到達すると、大体まあ、一区切り終えたなっていう感じがあるわけ。うん、はいはいはい。まあ、ロールプレイングゲームで言うとエンディングまで見ましたっていう感じなんだけど、うんうん、そっからマスタークラス同士で熾烈な戦いがあって、うんうん、ここで大抵の人は心が折れる。はいはいはい。うん、もっとこう厳しい戦いになるから、うん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 、でもまあ俺はね、まあ粘り強さはあるから、うん、本当にやり続けてたら結構上の方まで行くことができたんだよ。何事もそうやって続けることだったり努力だね。いやいや才能だけどね、うん、学びがあるな。でまあこうなってくると、うん、腕試ししたくなるんですよ。まあまあまあなるほど。まあ、さっきさ、散々さ、神に等しいとか言ったけど、うん、正直上には上いんの。うん、全然、化け物みたいな人はいっぱいいて。0.5% の中にいたって、うん、上には上がいると思うんだ。全然いる。もう手合わせるとね、もう、あ、こりゃ叶わねえわ。ってなる。笑っちゃうぐらい強いんだけど。なるほど。でも、とはいえ、もうかなり一般レベルで言うと強い方に行ったから、うんうんうん、腕試ししたくなって大会にエントリーしようと思ったのがこの間。で、東京ビッグサイト、あるじゃないですか。そこで KO カップという大会が1月のね後半に行われることがありまして、うん、はいはい、で僕は1ヶ月ぐらい前にその存在を知って、エントリーしたんです、うんうん、これは出場者、約150名のトーナメント式で、まあ、優勝者を決めようという大会なんですけれども、うん、はい、まあ1ヶ月前から練習したね、本当に。うん。うん、まあ、やっぱ結果を出すためにね。そう。もうどんなに眠くても、うん、5分はコントローラー触んなきゃいけないと思って、指が忘れるから。ほう。眠い目こすりながら、ちょっとだけはやんないとと思って、基本を繰り返し繰り返し。で、この大会のために、うん、コントローラーも新調しまして。新しく買って、うん、で当日は新品とそして予備のコントローラーをもう一度持っていき、はいはい、さらにですよ、うん、やっぱあの手汗が出るとコントローラーの握りが 甘くなりますから、はいはいはい、コントローラーと手を拭く用のおしぼりも雑巾も持っていき、うん、万全の体制ね、うん、デビュー戦だもんね。デビュー戦だから、うんうんうん、せめて1回は勝ちたい、はいはいはい、思って、うん、でいざ会場着きました、うん、このパーテーションでね、仕切られた KO カップのブースがあるわけよ、うんうん。そうね、コンビニの店内ぐらいの広さでしょうか。はいはいはい、そんぐらいの専用スペースに、パソコンが10台ぐらいずらーっと並んでる、うん。で、まあ無事受付済ませて、うん、パッと周り見ると、まあやっぱり出場者とおぼしき人らがさ、はいはい、もう何十人も集まってるわけよ、うんうんうん、40人ぐらいバー集まってて、でそれは前のグループで戦い終わった人もいれば、うん、これから俺と戦う同じグループの人たちもいるんです、うん、はいはい、みんないい面構えしてんのよ。どいつもこいつも修羅場くぐってきた虎の目してるわけ。腕に覚えのある奴らばかり。なるほど。小脇にアーケードコントローラー抱えてさ、うんうんうん、あのレバーのやつ、はいはいはい、もうみんなのコントローラーが刀に見えたよ。あ、ちょっと待ってね、ビビってる？ビビってない、ビビってない。武者震いがしたね。やべえとこ来ちまったってなってない？全然全然。俺より強いやつに会いに来たんだよ。あ、そうかそうか。みんなどんだけの実力になるか俺を驚かしてくれ。うん、俺より強いやつって、うん、今までネットでしか対戦してないけど、うんうん、顔が見てみたいんだ。なるほど。でも俺はめちゃくちゃそれでワクワクして、もう気合も入ってきてる、うん、はい。俺も負けじとさ、うん、リュックの中からコントローラー出して、うん、待ち時間の間にエアーでコンボ練習。どこにも繋がってないコントローラーをカチャ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 、カチャ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 、基本の動き練習してんのよ。基本に忠実なんだよな。そう。ウォーミングアップして、手温めておくわけよ。で、そうこうしてるうちに、はい、もうあの時間になって、スタッフさんがさ、パーみんなの前出てきて、うん、
じゃあ今から F グループの対戦開始します、うん、誰々さん誰々さんいますか。はい、じゃあ1番のデスクで対戦開始してください、はいはい、誰々さん誰々さん、じゃあ2番のデスクでお願いします、うん、で呼ばれていって、うん、俺 F グループの最後だったのよ、うん、ホイップ坊やさん、誰々さん、9番のデスクで、始めてください、うん、どうぞ言われて、まあ、着席した、はいはい、で、めいめいもうみんなさ準備でき次第対戦開始していくっていう感じなんだけど、うんうんうん、俺の相手が30歳ぐらいの、うん、中肉中背、はいはい、パーカー着た坊主のお兄ちゃんで、うん、まあ、ほんとこう気の良さそうな、うん、優しそうな感じの人だったんだけど、まあ、お互い笑顔でね、うん、よろしくお願いしますって言って、うん、本当にドキドキよ。なるほど。で、自分の持ってきたコントローラーをパソコンの USB に挿すわけ、うん、で、相手のキャラ選択見ながら、うん、あ、そいつ使うのか、うん、なるほどな、はい、こいつの対策はなんだっけなと思い出しながら、はいはいはい、うん、で、こっからよ、うん、こっからなんだ、うん、俺が致命的なミスを犯すの。ほう。それは後から気づくんだけど、うんうん、そのキャラ選択画面の後に、うんうん、ボタンのカスタマイズ画面が出てきたのよ。はいはい。で、俺は初めて見る画面で、うんうん、あ、なるほど、うん、そっか、ここで自分独自のボタン設定にしたい人は、変更するんだな、はいはいはい、設定し直すんだなと思って、うん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 、ぼーっと見てた、うん。でも俺は、ゲームのデフォルト設定のまんまでプレイしているタイプだから、特に必要ないと思って、決定、準備完了、ボタンを押して待ってたのよ。うん、これが最悪の事態招くんだ。ほう。いざ、試合開始ですよ。うん、向こうも準備 OK です、言われて。はい、ファイト、うん、始まりますわ、ね、うん。まあ、まずは、お互い前後にじりじり動く、うん。はいはい。間合いを測る。うん、無駄なボタンを押さない。手出さない。なぜなら、達人同士の戦いというのは、一瞬の空振り、一瞬の隙で勝負が決まっちゃうんですよ。なるほど、なるほど。剣道十段のおじいちゃん同士が戦うとさ、2分ぐらいピクリとも動かないじゃん。ああいう。うまい人ほど一手目というかね。そう。初手が大事だったりしますよね。そうなんですよ。うんうんうん、もう本当に探り合いなわけ。はいはい。まあ、ある時、俺がススッと前に出てみる。うん、そうすると、相手がバックステップで同じくらい距離を取る、うん。はいはい。なるほど。そういう対処の仕方をするんですね。はいはいはい。なるほど。その、本当にちょっとじりじりっとした動きで、相手の特性というか、そう。癖を見るわけね。そう。おーおー、ここでジャンプをする人なのか、なるほど。はたまた相手が前に出てきた瞬間に手を出そうとする人なのかで、タイプがやっぱ分かれるわけですよ。どう、この達人同士の。いやいやいや、なんか面白いよね。だから何もしてないように見えて、うん、実はお互いを探ってるっていう。そうそうそう。本当にレベルの高い話じゃない。見えないフェイントを出し合ってんのよ、うん、お互い、はい、うん。で、まぁ、20秒ぐらいそんな探り合い続いてたんすかね。うん、で、この我慢比べに、さすがに相手もどうやらじれてみて、うんうん、一気に距離を詰めてきたんです。はい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 。あ、これフェイントじゃないって俺思った。なるほど。攻撃だと。これ本気の爪で来てる。うん、はい。瞬間で判断して、うん、ここだと思って、うん、俺弱パンチ、うん、ボタンを押したのよ。はいはい。したらその瞬間、うん、俺のキャラが、突然、うん、スパイラルアローって言って、女性キャラなんだけど、スパイラルアローって言って、体ごと相手に投げ出す、そこそこの大技出したのよ。で、これ、結構隙が大きい技なんで、はいはいはい、相手にあっさり見切られて、ガードされて、手痛い大ダメージを俺食らうのよ。もう、体力半分ぐらい削られるぐらい。はいはいはい、出したいよ、技と違う技が出ちゃったってこと、ね。そうそうそう。俺は弱パンチ押したはずなのに、スパイラルアローって言って、大技出してさ、えって思ってた。ええ、いや、俺今弱パンチ押したよな。え、緊張してんだかな、はいはい、思った。うん、で、まあまあ AY と、うんうん、今度はこっちから攻めてやろうと思って、うん、グッて相手との距離詰めたんです。はいはい、で、ここは投げだ、うん、投げの間合いだと思って、はいはい、投げボタンパー押したの。うん、そしたら、うん、今度は俺のキャラが突然、うんうん、Here we go!って言って大技中の大技アニメ演出がついてる
絶対当たるっていう時にしか出しちゃいけない技が出てきて、いきなり出しても 100% 当たんない超大技が出て、それもあっさり避けられて、ボッコボコにしばかれて、あっという間に KO。 ほうほう、負けちゃったんだ、うん、もう完全にパニック、うんうん、で次2ラウンド目開始したんだけど、うん、もう何がないやら分かってないわな、うん、もうインターバルもないし、うんうんうん、どのボタンを押しても違う技出てくるし、うん、何回もヒアウィーゴー出てくるのよ。ヒアウィーゴー、ガードされますボコボコ、ヒアウィーゴー、ガードされますボコボコ、スパイラルアロー、避けられますボコボコK.O.違うんだって。ストリートファイターはもっとこう隙の少ない小技で徐々に徐々にだから。そうだよね。うん、一番ここ一番でスパイラルアローとか。スパイラルアローとか出すわけよ。ねと思って。対戦相手も、この人スト6始めて2日目みたいな顔してんの。さすがにセオリー知らなすぎないかこいつ。いや、もちろんね、これ誰でも出ていい大会なんだけど、さすがにみんなマスタークラスとかではあったりするわけさ、うんうんうん、なのに俺だけなんか、こいつブロンズでこの大会来たんかみたいな招待のプレーをずっと繰り返してるから向こうも大丈夫みたいな感じ出してんので、2ラウンド目あっさり KO されてしまって、うん、はい、ようやくここでハッと気づいたのよ。先ほど私言いました、ボタンカスタマイズ画面が試合開始前に出てきたと、うん、はいはいはい、はーってなって、うん、俺デフォルト設定だから、うん、変更する必要ないからよく見もせずに決定ボタンを押したって言ってたじゃないですか、うん、はいはい、それがダメだったのよ、うん、なぜなら俺の一個前のグループで、うん、このデスクに座って対戦してた人がいるのよ。ああ、なるほどね。うんうんうん。で、その人が独自のボタン設定に変更してるわけ。はいはいはい。俺 F グループだったけれども、E グループで俺と同じ席に座った人がもう全然変えてたわけよね。それを俺が修正してないから、今俺何のボタンを押しても違う技が出てきちゃうようになってた。で、俺は試合前にその確認も含めて、ちゃんとボタン設定画面やんなきゃいけなかったのに、俺さ、友達と対戦したこと一回もないから、オフラインで。机並べて友達とゲームをした経験がないから、そういう作法を全く知らず。そうか。人との対戦をしたことがないゆえの。うん、そう。ああ。なのに俺はさ、余裕ぶっこいて、僕の方準備できましたんで、大丈夫っすみたいな。いつでも行けますみたいな顔してんの、俺。で、対戦相手がさ、ちゃんとそこら辺も丁寧に確認してんのを見ながら、うんうんうん、なるほど、独自の配置に変えてるわけね、うん、ご苦労様ですみたいな。こっちはデフォルトですと。こっちはデフォルトですわ、そんな小細工せずとも。どんなボタン配置でも強いやつは強いんですわ。それを今から証明しますわみたいな顔して、余裕ぶっこいてたら、ジャックパンチをして、スパイラルアロー投げボタンを押したら、Here we go! って言って、ひたすら大技を繰り返す。ゲーム始めて2日目のやつのプレイ繰り返してる。しかもホイップさんとしては、狙ってない技出ちゃってんだもんね。うん、全然狙ってないから。で、もう、やっと俺、痛い2ラウンド目が終わった瞬間に、ああ、ボタンカスタマイズだって気づいたんだけど、原因が分かったとて、それは修正できないのよ。これは、あのボタンに設定されてんだなってなんとなく分かっても、うんうん、もう半年間、練習に練習を重ねてきてるわけ。すべての動作が無意識に出るようになってるんだよ。なるほど。うん、そうプログラムしてるから、はいはいはい、手癖になるようにね、うんうんうん、だから相手と密着して投げたって思うたんびに、うん、絶対 Here we go! 出ちゃうの。投げする場面1試合で4回か5回はあるからね。俺そのたびに Here we go!
ンって言って。もうそのヒーミングをやめてくれ。で、それさ、ちなみにだけど、うん、ごめんなさい、ちょっとタイムくださいっつって、うん、ボタン設定、すいません、修正させてくれませんかは難しいんだ。いや、それも、後から考えれば、行ったら中断してくれたかもしれないんだけど、うんうん、マジでパニックだし、おまけにこう、大会なんか初めてだし、頭によぎんなかったね。はいはいはい、はい、うん。もう、おかしなことになってるで終わっちゃってるわけ。そう、うん、なんとか修正するしかないって思った。できるわけないんだよ。うん、そんなの。もうマジで十字キーしかまともに動かなくて。十字キーだけは正しかった。十字キーどうしようもねえからな。そう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 。前後の動きとジャンプだけはまともに出たけど。あらゆる攻撃ボタン全部違うやつ出てくるから。おう、あっという間に3ラウンド目も4ラウンド目も取られて、試合終了。完敗なんだ、一応、絵的にはね。完全ストレート負けですね。うん、で、終わったらスタッフさんに試合結果報告しに行くんだけど、おうおう、え、早っみたいなリアクションされた。あの、試合始まる前になんか異常があったのかなみたいなリアクションされてた。違うんです。あの、試合終わってその報告です。で、他の組パー見てみたら、みんなまだ折り返し地点にも行ってないのよ。俺たちがこのグループで一番最後に着席したのに、一番終わるの早かったからね。で、そっからさ、対戦台の後ろに下がって、はいはい、他の組の対戦、ぼーっと眺めてたんだけど、うん、もう本当にね、立ってるのがやっと立ったね。もうね、足がガク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 ってなって、本当に立ってるのがやっと。対戦を眺めてるっていうより、視界に入ってるだけよね。何もこう、何、目の前の情報を処理できてないというか、なので、もう呆然自失の状態で、え、これで終わり？嘘だろ？え、俺の半年間の練習、何だったん？え、え、東京ビッグサイトまで来て、素人みたいなプレイしに来て、俺、何しに来たんだ俺って思ったら、もう、辛すぎて辛すぎて。いやいや、その半年間、本当映像でプレイバックしたいよね。スト6を始めるところからさ、ずっと練習してるホイップ坊やとさ、ねえ、マスタークラスになっていくホイップ坊や。俺、コントローラー3台潰してるからね。練習しすぎて。いざようやくの対人大会、いや、もうようやく腕試しができると、 Here we go、 恥ずかしくない戦いができるようになったと思ったら、一生 Here we go とスパイラルハローを繰り返すだけの素人プレイ。でも俺後ろでさ眺めてたんだけど、もうなんか、もう焦点定まらないまんま、辛くなって、10分でもうスーって帰って。スーって東京ビッグサイト出てって。いや、今回の大会ね、あの、e スポーツフェスタっていうイベント、うん、東京ビッグサイトで行われる、一環で行われてたのよ。なるほど。うんうん、一ブースで行われてた、うんうんうん、で他のブースではさ、最新ゲームの体験会とかさ、プロゲーマーのトークショーとか、なるほど。やって、そういうのも、ね、まあ、結果以下に関わらず見て楽しんで帰ろうって思ってたんだけど、うんうん、はいはい、もう目もくれずに一目散に逃げ帰って。もう、とにかく、あの場にはいられないって思ってた。で、あれから、2週間経って、いまだに立ち直れてないんだよ。いや、素晴らしいね。今もさ、ストリートファイターを立ち上げるときはあるんですよ。うんうん、ストリートファイター6っていうロゴが、ゲーム開始画面が出るたびに、あの時のトラウマがブラッてフラッシュバックする。頭抱えて、うわーって言ってコントローラー投げ捨てる。やれなくなっちゃってる。やれなくなっちゃってる。
いや、すごい来たよ。すごい。こん、いや、ほんとさ、マジでこの1ヶ月仕上げたのよ。そんなボンミスで。正直、やりたくない日もやったからね。うん。ゲームって楽しむもんだ、じゃん。まあまあ、ね、やりたくない時やんなくていいんだけど、でも今回は勝ちたいんだ。一生はせめてしたいんだって思って、やりたくなくてもコントローラー握ったんよ。もう格ゲーの腕は磨き切ったけど、本当にテストでいう名前書き忘れたぐらいの話なわけでしょ、これって。本当よ。はぁ。辛いね、ほんとに。それはいいね。いや、俺はやっぱあれだな。ホイップ坊やのその、胃の中の蛙トーク大好きなんだな。いや、胃の中の。ちょっと待って、その言い方だと今さ、俺がさ、実力で負けたみたいな感じになるじゃん。これだけはちょっと言わせてほしい。うん、正直、こっちのボタン設定ちゃんとできてれば、うん、勝ってました。これを負け犬の遠吠えって言うんだよ。絶対勝ってた。こっちがちゃんとボタン設定いつも通りにできてれば。違う違う。絶対勝ってた。違う違う。だって読めてたもん、相手の行動。読めてたもん。はい、そのキャラのそのパターンの攻め方する人ね。はい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 、オッケーです。もう試合開始前に全部読めてましたね。頭の中では、うん、マスタークラスなのかもしんないけど、うん、実態は違うわけだから。いや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 。はい、相手の動き読めました。はい、今ここで投げ技、どうなったんだっけ？スパイラルアロー。すごいよ、ね。全ての技は見切ってたんだけど、全ての技を食らってただけ。全部見切ってるけど、全部食らってただけ。それを乾杯って言うんだろうよ。いや、違うね、ほんと。いやいやいや。ちゃんとやってれば一生はできたな。圧倒的な実力不足ですよ、ね。いや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 。あと友達不足。それは、否めない。否めないね、それは。絶望は本当に隣にありますね。本当だよ。こんなにさ、夢中になって、こんなにハマって、楽しいゲームだなって思ってて、こんな辛い思いしなきゃいけないんかと。本当に悔しいよ。まあだから、それはリベンジしてくださいよ。もう一回。まあまあ、そうですね。ね。うん、その、めげずに。うん。もう一回ちょっとスト6に立ち向かってみてください。いやー、まあそうだね。いや、なんか本当にあのスト6をすごい楽しんでて、すっごい好きだったじゃん、ここ最近ね。で、夢中になって本当に童心に帰ってやってるなって横で見てて思ってて、そのワクワクしてる初めての大会で、そのやらかしっていうのはもう素晴らしいよ。叩き落とされたよ。まあ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 、機会があればちょっとリベンジはしたいとは思います。そうですね。はい。まあただね、ゲームを起動するっていうハードルがまずあるからね。気持ちの心の傷が癒えてないからね。うん、それをまず克服しないと。うん、誰かどうかリスナーの皆さん、ホイップ坊やを再び立ち上がらせてください。とんでもないトラウマになってるからね、今ね。誰かリハビリ大会を組んでください。ということで、以上ライスオンミーでございました。ありがとうございました。ここからはお楽しみ、ラララ。